よろしく頼む。はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。夜だ、人によっては一日の始まりだな。キラーファンタジア始めていきましょう。本日極めアリス役、田中真奈美さんか。トレンドショップを更新ってなんだ。交換限度数のリセット。ジャズバンドをやっていた。なんでしょうね。トレーニング。夜遅くに偉いのですか。私も頑張りましたよ。そうだよ、近いですね。頑張ってるわね。いつもだ。任せて、行ってくるわ。ちょっと忙しく、ありがとうございます。すっごく助かりました。300超えましたね。バンドをやっていた影響でギターを始めました。300超えましたので召喚行きましょう。
サンリオカーコラボ限定ピックアップ召喚第1弾。アリスというか、やっぱりカンムリとハナコですよね。この2人。イベントボーナスがあるってなんだろう。ああ、そういうことか。拾ったら、起用したらイベントボーナスがついてくるんだ。そうね、じゃあさあこれからは、お、星4以上いく、星4ですね。お、アリスカターレット星4黄色モザイク。またソーニャちゃん、どんどん行きましょう。ソネちゃん3回目。お、1音以上。お、来る、星5来るよ。かわいいが押し寄せてきます。かわいい、なに、お、おー、アンズ来た、アンハピーアンズ。もうあとはどうでもいいや。お、また星4。え、え、嘘、星5が 2回目。おお、うわ、すげえ、これ両取り、アンズとカムイの 両取りじゃないですか。すごすぎ。見て見て、ほら、私たちお揃いの服でアルケミストになっちゃった。クロミちゃんと一緒ならエトワリアのみんながもっとハッピーになれちゃうよ。もうメロディーとお揃いになった、うん、今日の私は一味も二味も違う。サンリオコラボ大成功じゃないですか。このキャンディーの味が七色に変わるはず。でもその程度じゃ全然足りない。いやー、最高、最高かよ。アイスカタレット持ってますからね。なので覚醒です。これは一回締めましょう。素晴らしい成績でした。親がジャズバンド。もう一回召喚画面へ。あ、ごめんなさい、眠くなっちゃって。はい、サンリオカーキャラコラボ限定ピックアップ召喚第2弾、なんとカムイと花子の両取りに成功しました。だって星5でも 2% なんで 0.04% ですよ。すごすぎます。この2人をゲットしました。やりました。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。